けますか。みなさんこんにちは、ジョエゼロさんです。福岡の人格院の営業で九州の道の駅巡りを始めました。人格院とはモカちゃんつながりで、同じく月曜日のタワーはファンということで、おっぱい友達になったのです。日村奇跡先生万歳。おっぱいは正義。九州の道の駅巡りをするということで、ルールを定めました。スタンプブックを利用する、必ずバイクで行く、動画にしやすいよう、県で分ける、全部行く、この4つです。離島は飛行機かフェリー、さらに沖縄はレンタルバイクになります。なんとか年内、遅くとも年度内に終わらせたいですね。それではその第一歩、道の駅、子守唄の里、いつき、に、向かいます。八代といつきを結ぶ回送路、熊本県道25号線を、走り抜けます。国道445号線を通って人吉方面へ走ります。五木周辺は回送路ばかりで素晴らしいですね。に沿って少し走り、熊本県道21号線で水俣方面に下ります。これもなかなか素敵な道ですね。そのまま熊本県道21号線を水俣方面に。道の駅芦北デコボンが近くにあります。次は国道3号線を南に行きます。水俣の街中は車が多いですね。道の駅水俣に到着。北上、八代方面に。ただ走るのも面白くないので、熊本県道36号線に入ったのですが、遅い車に前を塞がれたり、
違えた。道を間違えたりしてしまいました。国道3号線に戻り北上。道の駅田の浦に到着です。熊本県道253号線を通って球磨川へ。初めて通りましたが、なかなか雰囲気ありますね。道の駅坂本に到着です。国道3号線に戻り、道の駅流北。有明海沿いに天草方面へ。車は多いですが、信号がないので流れが良いですね。道の駅不知火に到着です。道の駅、浮きに戻ってきました。不知火方面からの入り口は、裏手になります。そして、高速で帰る仁太くんを途中までに送り、仁太くんを送り出し、ツーリング終了。ついに始めてしまった道の駅巡り、一年で終えることができるでしょうか。とりあえず頑張りましょう。